リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はね、レオパのお話を久しぶりにっていうところで、動画を撮っております。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram のもやってますので、よかったらそちらのね、フォローもお願いいたします。はい、で、今日のレオパのお話っていうのが、レオパのね、飼育に関してで、初歩的なことを知りたいですっていうお話を、されまして、ちょうどその、まあ、レオパの飼い方っていうとね、あれですけれども、レオパの飼育についてのお話ししていこうかなと思っております。はい。で、本日は、まあ、うちのこのレオパちゃんたちのね、飼育ケージっていうところのご紹介と、まあ、どんな感じでやってるかっていうのをね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、まずレオパなんですけども、基本パネルヒーター1枚、引いてあげてっていう形で、まあ、温度管理をしていきます。パネルヒーターはですね、今、ここパネルヒーターないんですけど、パネルヒーターあんな感じで置いてます。はい、でまだこっち子供がね、この子たち卵を産んではいるんですけども、孵化までつながってないんですよね。ちょっと私の管理の仕方がまだ甘いのかな。なんかね、うまく孵化してきていない状況で、ちょっとまだまだ勉強不足だなと感じているところなんですけども、まあ、卵が孵化したらこっちのね、ケージにも、この子たちの子供がね、入るようにしていきたいなって思っております。まあでね、パネルヒーターですね、ピタリ適温だったかなっていうやつを私は使ってます。ここのね、セーブシシバナヘビのサナのところにもね、パネルヒーター入ってます。こんな感じ。これ私、4枚ぐらい持ってて、違う、5枚か。L サイズがですね、ふくもものケージの裏にも貼ってあるので、1枚ずつ、上に1枚、こっちに1枚。で、プラス、中にひよこ電気を1個ずつ入れて、保温体制としては、そのパネルヒーター1枚、2枚と、その、ひよこ電球でここは管理しているお部屋になるってところなんですけども、まあ、そんな感じで使っている状態ですね。私はそのピタリ適温だかっていうやつだったはず、はい、使っております。はい、であとは必要なものとしては、うちの場合はシェル、必ずまあ必要になるといえばこのシェルターと水容器があったらいいんじゃないかなと思います。で、私はですね、管理しやすいようにっていうところで、あとこの子たちがうんちをする場所を把握したので、うんちをする場所を作って入れてます。うちの子のうんちはここにするんですよ。で、なのでここにうんちが溜まって大丈夫なように置いてます。なので最近本当にここの中でうんちしてますね。で、うんちした跡があるとは思うんですけど、こんな感じでね、中でうんちしてくれてます。で、うんちトレーニングに関しては、覚えるってことは多分ないと思います。この子たちの習性を利用するっていう形になっていて、自分のいる、シェルター、寝るところではしないんですよね、基本的に。で、習性的に、そのケージの中で、自分のいるシェルターから、遠いところ、そして角ですね。で、プラス、水辺とか、水飲み場とか、ご飯のところを避けてうんちをする。ような感じがします。それは本当なんか多分習性だ、なんだと思うんですよね。で、結構綺麗好きで、私の家ではここでね、ちゃんとうんちをしてくれてます。まあ、あとはですね、たまーにこの上でうんちしたりとかはして、この角にね、うんちがポロって中に入っていたりはしますけれども、本当基本、なんか角の自分の寝てるところから、まあ、遠い場所を選んで、うんちしてくれてますね。まあ、遠い場所って言ったら、この辺も遠い場所じゃないのって話なんですけど、この辺はご飯が置いてある場所っていう認識なのか、この辺ではしないですね。はい。まあ、よくうんちをする場所を観察して、そこに私はうんちする場所を設置したっていうところですね。はい。うちではそんな感じです。で、下の、人工芝なんですけど、人工芝、じゃなくても全然いいと思います。管理しやすいので入れけば、サイズがぴったりになるんだったらペットシーツとかでもいいでしょうし、あとはちゃんと床材を引いて入れてあげることも全然いいと思うんですね。うちで言うと、セーブシシバナヘビがね、床材使ってっていう状態にはなってますけども、そういう形で床材をね、ちゃんとソイルとかそういうのをね、入れてあげてもいいかもしれないです。私はちょっとその、
床材のメンテナンスっていうところと、そのしょっちゅうまあうんちをするわけでもないですし、あとそんなにヒョウモントカゲモドキちゃんが、まあレオパですね、レオパード月光が潜るっていうのを見てなかったか見なかったので、それなら潜りもしないんだったら下は人工芝でいいんじゃないかなと思って、人工芝100均で売ってるやつですね、これ100均で買ってきてカットして入れてます。はい。あとは水入れ、まあ転倒しないような水入れが入ってればいいと思います。こう乗っかって、結構力をかけて乗っかった時にコロンって転がって水でびちゃびちゃになるっていうのは、この子たちの体力をね、寒いと奪っていくので、それだけ気をつけていただければ問題ないんじゃないかなと思います。はい。なので水入れに関してはまあその方その方っていい感じのサイズのをね買っていただくといいと思います。で今は入ってるんですけど、餌入れはなくてもいいと思います。はい。私はですね、この間なかなかこの子たちがですねご飯食べてないなと思ったので、ここに人工飼料、私は人工飼料でレオパゲルをこの子たちにあげてるんですけれども、それをここに置いといて、こう餌はね前にちらつかせてもご飯全然食べなくて、あらお腹空いてないのかしらって心配になったことがあって、ちょっと置いといてみるかっていうので、餌場を入れてここに置いときました。結果食べませんでしたでそのままの名残で入ってます。ここに置いといてでも食べなくて、普通に多分っていうか普通にご飯がその時欲しい感じじゃなかったみたいで、その翌々日ぐらいにですね目の前でご飯こうプルプルプルってやってたら食べたので、本当たまたまご飯が食べたくない時だったみたいです。レオパのご飯に関しての話はさ後でしようとは思うんですけれども、毎日食べるような子ではないので、まあそのタイミングだったんでしょうっていうところでございます。あとは私はレイアウトとして自分で作ったこちら和傘をですね入れております。これもガチャガチャで手に入った和傘を100均にねあるクリップ、プリントを留めるクリップあるじゃないですか、あのクリップに下これ丸太みたいな木を買ってきて、ここをね木工用ボンドで留めて、でそこにこう人工的なね人工草というか、はい、こんな感じで桜と葉っぱとそして和傘をね置いてるっていう状態です。でこの子たちたまにこのね和傘の上で寝てたりします。どうやって乗っかってるのかいつもわかんないんですけど、多分どっかから登って、でここにスンといるだと思います。まあなんで和傘にしたかっていうと、なんだろうな、私的にこの和傘が似合いそうって思ったからです。はい。理由は特にないです。なんかレオパってね日本の動物ではないんですけども、なんかちょっと和風っぽいというか、ちょっとなんだろうな、神々しい存在だなぁなんて私はちょっと見ていて思うので、なんかその神々しくもこう気品のあるというか、その品のある感じっていうので、ちょっとこの和傘和風な感じで、桜がね似合いそうだなと思ったんで桜入れてます。ちなみに子供たちは、まあまだ生まれてないですが、子供たちは生まれてきたら朝顔にする予定なので、朝顔をねあそこに置いております。はい。では次餌のお話ですね。よいしょ。ああ餌取ろうとしたら倒れちゃった。よいしょ。餌は現在はですね、先ほどもちょっとお話し出ましたレオパゲルという人工飼料をあげております。こんな感じ。よいしょ。ちょっとズームアウトしましょうか。はい。このレオパゲルを使ってます。で餌の頻度としては週に1回あげるようにはしてます。ただ週1回でも食べない日は全然あります。食べる日食べない日っていうのはちょっとあるので、週1回食べない時はまた次の週にあげて、でそのまた次の週も食べないっていう時はその後ちょっと様子確認して、毎日ご飯食べないかなーって目の前通ったりとか、あとうちの子はご飯欲しい時自分から出てくるんですよね。で今こうやってても自分から出てこないでしょ。餌食べたい時こうやってカサカサしてると自分で中から出てくるんですよ。何何餌なのみたいな感じで。でも出てこない時は餌食べたい時じゃないっぽいので、あげないようにしてます。
後ほどね健康状態も見せていくんですけれども、尻尾を見てあげるとこの子たちがちゃんと餌を食べて栄養を蓄えれてるのかっていうのは見れるので、そういう部分で、あ、この子は意外となんていうんだろうな、爬虫類飼われてる方だとブリブリな状態って言ったりするんですけど、あ、全然脂肪分ついてちゃんと蓄えれてるねっていうところを見ていったりします。私はね今レオパゲルです。もともと最初はですねコオロギ、ミルワームをあげてましたね。ただ管理するのがなかなかめんどくさいなと私が思って、でどちらも繁殖をね考えたんですけども、なかなかうまく繁殖をね私がさせれてなかったのと、結構コオロギ難しいなと思ってて、でしかもこいつらコウモリよりもですねミルワームの方が好きでなんか食べちゃう癖があって、ミルワームだとねリンの成分が多いのでカルシウム不足になりやすいんですよ。それとクル病じゃないですけど、そういう感じでねカルシウム不足になってしまって、ちょっとね骨に異常がきたす場合があるので、ちょっとそれは避けたいなっていうところで、ちょっとずつレオパゲルに慣れさせていったらレオパゲル食べるようになりました。それからはねもうレオパゲルでずっと管理してます。まあ拒食してしまったりだとか、あんまりにも例えば一月ご飯食べませんでしたとかってなれば、まあコオロギ買いに行ったりだとか生き餌使おうかなとは思いますけれども、うちに関しては今のところレオパゲルで飼育できてるので、レオパゲルでこの子たちをね飼育していくっていう状態でございます。生き餌に関してはまあいいとは思うんですけども、最終手段ってところですね。ただ生き餌自体は私が苦手なわけではないので、生き餌が苦手だから飼ってないっていうわけではないです。どちらかというと管理がなかなか、でうち生き餌で食べるのがこの子たちしかいないので、コオロギは。なのでちょっとコオロギちゃんをねこの子たちのためだけにっていうのも、ちょっと言い方すっごい悪い聞こえかもしれないですけど、めんどくさいなっていうのが一番強いところで、これはもう本音です。もう本音でお話ししますけど、コオロギ管理するのはめんどくさいなと思ったので、まあ、買えるところでねパパッと買ってあげるっていうのでも全然いいんですけども、その買いに行くのも若干めんどくさいなっていう部分はあるんですよ。でそのめんどくさいなっていうのを解消するためにレオパゲルに慣れていただいたっていうところなので、まあ、それはねうちの飼い方だと思っていただければと思います。こういう話すると、え、生き餌じゃないなんてかわいそうじゃんとかっていう話になるんですけど、全然ねこの子たち健康ですよ。尻尾見ていただければわかるんですけれども、本当に全然普通に健康です。で今あれだね、左にいるロペ様という、マックスノーの子は脱皮寸前だね、色がくすんでるはい、なので正直な話、うちの飼い方としてはレオパゲルをあげてますっていう話でございます。プラス、ちょっとおやつ感覚でなんですけど、こういうのもあげてます。レプタイルワームですね。これ何が入ってるかっていうと、アメリカ水アブの幼虫が入ってます。でこれ乾燥した水アブでカルシウム成分も結構多いみたいで、内容量を見る限りですけども、カルシウム問題っていうのも大丈夫かなと思っております。これは本当なんかおやつ感覚であげてますね。はい、メインの餌にはならないですこれはっていうところですね。で今のところこの子たち健康問題っていうのは特にはなさそうなので大丈夫かなってところです。で先ほど言ってたその脂肪がねちゃんとあるかっていうところなんですけども、はい、この尻尾を見ていただくとね結構わかります。この子ももう脱皮寸前だね、ちょっとくすんでるわ。はい、この尻尾の部分がですね、はい、こんな感じで、わかるかな、結構ここからこの根元からこっちにかけてこう なんていうんだろう、こうふっくらとしてますよね。このふっくらとしている状態っていうのがですね、ここにもう脂肪がちゃんと溜まっているっていう証拠なんですよ。なのでこれがねこうスンってなってる状態だとなかなか脂肪がね溜まってないよっていう状態なんですけど、この子はねしっかり脂肪分取れている状態で、ちゃんと栄養がね蓄積している証拠でございます。はい、こっちの子もそうですね。こっちの子はさっきのねこの子ルフちゃんって言うんですけど、ルフに比べるとここのね膨らみは少ないかなと思うんですけども、全体的に太いんですよねこっちは。ちなみにこちらロペ様と言いますけど、ロペに関しては男の子ですね。はい、でルフ
まあ両方ともね、うち様付けで呼んでるんですけども、高貴なる存在だと思ってるので、あの両方ともね、こっちは女の子ですけども両方とも様付けですね。はい、こんな感じで尻尾を見ていただくと、かなりね、あの栄養がねちゃんと足りているっていう状態ではあります。この子たちもね結構大きくなりましたね、本当に。でうちではあのこの子たちはもうペアで一緒に入れてます。で特にね、あのケージ内をこう温度下げたりとか特にしてない中でも、この子たちあの交尾をしている状態にはなります。あの温度下げたりすることによってね、あの交尾を促すっていうやり方があるんですけれども、あのそれはしてない状態で、それしてなくても自然と交尾してました。もう仲いいんでしょう。はい、ってところです。では最後に餌あげていこうかなと思います。この間ね餌を食べてからしばらく経ってるので、多分食べるんじゃないかなと私は踏んでおりますが、今日食べるかな。でとりあえずレオパゲルをねこんな感じで出して、ぐっとね、でこの辺でちぎる。はい、これであげる感じですね。これを2切れにしましょう。1切れずつこの子たちにあげれたらなと思います。で食べなかったとしたらちょっとおやつあげて終わりにしようかなと思います。はい、どうぞ食べる。あー、ご飯な感じじゃないね。食べたかったらもう来るよね君たちね。うん、脱皮も近そうだからな。脱皮前だとなかなか食べないんですよね。ちょっと水あぶの方を食べるかやってみましょうか。よいしょ。はい、水あぶ食べる。食べる。あ、食べなさそうだね。食べるときはもうすぐバクってくるので、今は食べたい感じじゃなさそうだね。ちょっと置いといてみてどうかな。食べるかな。まあ食べなさそう。うん、食べないねこれね。あ、気づいた。あの半分も食えてないよ君。君半分も食えてないそれ。頭だけくらいしか食えてない。はい、どうぞ。気づいてはいる。こっち食べる？それともこれ食べる？うん、餌の感じじゃないね。食べたい時はもうこうやったらねバクッときます。でもバクッと来ないので、ほんと今餌の感じじゃないね。脱皮前だから餌っていう気持ちじゃないんだろうね。はい、余ったご飯は、うちの、シェフィーさんが処理します。あのシェフィーさんが食べても問題ないものなので、あのシェフィーさんに、処理していただく。あ、シェフィーさんとはサバンナモニターのことでございます。はい、サバンナモニターに、処理をねしていただこうかなと思います。はい、まずうちでのね、あの飼育の仕方としてはそんな感じです。ちなみに餌に関してだけ言うと、あの多分生き餌の方が食いつきはいいと思います。まあ、ただ生き餌でも食べないときは食べないので、コオロギとかあげても本当それは爬虫類たちによくあるような拒食っていう状態なので、拒食の時はまあ無理にあげないようにしていただければいいんじゃないかなっていうところでございます。ひとまずね、リント家のレオパード月光のね飼育の仕方としてはそんな感じ。よし、みんな手地戻すよ。二人ともちょっとシェルター戻すからさ、ちょっと尻尾危ないよ。足危ないよ足。ほれ、はい。うちのねレオパの飼育方法としてはそんな感じでございます。なんかいい感じにサムネになるような写真が欲しいんだけど、ち
っとサムネになる写真くれないか。よいしょ。お、いいじゃん。お、いいんじゃないこれ。サムネになりそうな写真。お、これサムネにしよう。あの、思いっきりあのルフが中入っちゃいましたけど、これサムネにしよう。はい、っていうところでございます。君たちもうあれなんだね、帰りたいんだね。うん、多分ロペもそのまんま帰るでしょう。ルフ尻尾だけなんですけどね。ほれ、ちょん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 、尻尾触られてもそんなに嫌がんないんだよね。あ、ただあんまり尻尾触るのやめてくださいね。あの、もしかすると人に慣れてなかったりとか警戒心強い子だと、そうです、自説する可能性があります。ストレス溜まったりとか、あとはこの子たちにね恐怖感を与えると自説する可能性がありますので、尻尾を自分で切ります。で、切って逃げますので、あの、本当それだけ気をつけてあげてください。尻尾にせっかくね栄養が蓄えられたのに、その蓄えた尻尾をね切って逃げるので、はい、あの、それだけ気をつけてください。今思い出しました。あの、レオポを飼う上でね、一番気をつけなければならないのは、その尻尾の自説ですね。あの、まあ、その、おぎれちゃんが好きな人っていうのもね、中にはいると思うんですけれども、あの、それは、まあ、一部の方だと思うので、基本的には尾を切れさせない方がいいと思います。なので、そう、それだけはお気をつけください。これは重要なことな気がする。はい。ってところですかね。まあ、うちのレオパの飼育の仕方はそんな感じになります。お前帰るね、それ帰るでしょ。あ、帰るね。ちょっと帰るところを見届けましょう。帰んないの？帰らないの？あ、帰るのね、やっぱりね。帰りました。シェルターの中が好きみたいですね。ほんと仲良しですね。あ、うちの好奇のある存在、レオパード月光のロペとルフの、まあ、飼育の仕方というところでのお話でした。まあ、この動画でね、例えばこういう時ってどうしてますかとか、こういうのってどうですかっていうのが気になるところがあれば、ぜひ聞いてください。うちでの飼い方による、あの、私の飼育の方法の部分での、まあ、回答にはなってしまうんですけれども、可能な限りお答えさせていただきたいと思いますので、もし私にね聞いてみたいことがあるよっていう方は全然コメントしてくだされば、お答えさせていただきますので、ぜひとも何かの参考にしていただければなと思います。はい。あとはね、うちの飼育の方法なので、それ間違ってますよっていうことがもしあったとしても、そのコメントに関しては、ちょっと多分返答しなかったりすると思うので、そこだけはご了承いただけると幸いです。うちではこの状態で全然健康に飼育できてるので、もう、半年以上はね、この飼育の方法で、この子たちに何か悪影響があるっていう状況ではないので、そこだけは、ご了承いただいて、ご理解いただけますと幸いですね。そういう、なんて言うんですかね、アンチというか、アドバイスではなくて、上から目線な感じっていうのがね、もし来た場合には本当に対応あんまりしないように最近してるので、まあ、言い方っていうのは大事だと思うので、はい、その言い方の部分っていうのでね、気をつけていただけると幸いです。別に私は喧嘩をしたくて動画を上げてるわけではないので、もしなんか、喧嘩をふっかけたいだけみたいな感じの人もね、たまにいるので、喧嘩ふっかけられても無視しますよっていうことだけはお答えしておきます。宇宙の飼育方法で私の中での正解っていうので動画をねアップしておりますので、そこだけ本当ご理解いただけますと幸いです。私の中での正解であって、誰かに押し付けるようなものでもないので、はい、うちではこうやってるよっていうだけの動画なんで、はい、それを参考にするかしないかっていうのはもう本当に当事者ですね、その実際に購入されて実際に飼育をしていく当事者が参考にするかしないかっていうのは決めていただいて、で、基本的には本当動物の飼育っていうのは自己責任っていう部分がかなり多いと思うので、そこだけはね重々承知していただけますと幸いです。はい、とりあえず本日はね、レオパのうちのレオパの飼育の方法っていうのをご案内させていただきました。
何かあれば、まあ、コメント欄に書いていただければお話しさせていただければなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは本日は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローしてみてください。で、過去にもね、たくさん動画上げてますので、よかったらそちらのね、動画も、見ていただけると幸いです。もう900本、もうそろそろ1000本いくのかな、くらい動画はアップしていますので、なんか気になる動画あればそちら見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。